序盤から投手戦となりました。日大豊山対関東一高の対戦、5回までは0対0。この畑中が日大豊山打線をゼロに抑えます。6回三者凡退、最後は坂を見逃しの三振。7回の裏、井上雅也、ここはよく踏ん張りました。熊谷を三振。そして先発ピッチャー畑中をファーストゴロ。ここは特によく踏ん張ったなという印象ありましたね、大さん。そうですね。8回です。ランナーを一塁に置いてツーアウト。畑中、谷川の打球センターへ抜けます。ここでセンターの倉科壮太郎、完璧なボールでした。ピンチをしのぎます。その裏です。8回の裏、ランナーを背負うんですが井上雅也も抑えます。そうですよね、この三塁に置いてのあの変化球ですからね。で9回も両チームゼロで、結局0対0のまま延長タイブレーク。ここで酒井春にピッチャースイッチ、満塁の場面。ここで井上、いいところに落としました。これがツーベースヒットになって先制点、欲しかった欲しかった点数が入ります。その後谷川のサードへのタイムリー内野安打もあって、延長10回は日大豊山高校3点。その裏、もちろんノーアウト二塁一塁から始まって犠牲フライで1点は返すんですが、最後は西川俊セカンドゴロ。井上雅也が10回まで投げ切ったというピッチングでした。そして大粒の涙は2年生ピッチャー、9回まで投げた畑中鉄心。畑中素晴らしいピッチング。そうですね、持ち味をね十分に発揮したと思いますよ。はい、ご覧のように延長タイブレイクとなりました。延長10回に試合が動きまして3対1、日大豊山高校が勝利を収めました。